変です、ファラオ。騒がしいぞ。どうしたニトクリス。たった今公開中の劇場版フェイトグランドオーダー神聖円卓領域キャメロット前編ワンダリングアガートラムを鑑賞してまいりました。とても素晴らしい作品でしたので、まだ映画をご覧になっていない王のために布教ではなくて内容をご説明差し上げます。要は忙しい。3分でまとめてみせよ。3分でしょうか。不満か。いえ、そんなことは滅相もございません。ではこちらの映像をご覧ください。この者たちは人類継続保障機関カルデアと名乗る組織の使者です。人類滅亡を防ぐため時空を超えて人類史に発生した特異点へ赴き人類を修復することが彼らの使命です。この人類最後のマスター藤丸律香とパートナーであるデミサーヴァントのマシュ・キリエライトはこれまで5つの特異点に赴き各地の聖杯を手に入れて人類修復を実行してきました。そして今回の舞台は第6特異点聖地エルサレム。歴史の敗者であるはずの十字軍が聖杯を手にしたことで異変が生じたようなのですが、事態はさらに奇妙なことに。どういうことだ。エルサレムがあったはずの場所には全く別の生徒が存在し、そこにはなんとあのアーサー王と円卓の騎士たちがいたのです。彼らはこの生徒で難民を受け入れているのですが、実はそこでは思い出すのもためらわれる恐ろしい儀式が行われていました。清き者のみを拾い悪しき者は全て切り捨てるか。極端だな。世もそこまではせんぞ。生徒の惨状を目の当たりにした藤丸とマシュは罪のない人々を守ろうと立ち上がるのですが、円卓の力の前では自らの身を守るのがやっと。絶望的な状況に追い込まれてしまいますが、そこに颯爽と現れたのが騎士ベディビエールです。ベディビエール、アーサー王の最後を見取ったと伝えられている石腕の騎士か。ご明察です。さすがは万能のファラオ。称えるな。続けよ。獅子王アーサーの蛮行を止めるという目的が一致したカルデアとベディビエールは結託し、共闘できる仲間を探すことにしました。この特異点において円卓の騎士に対抗しうる勢力とは。そこで登場するのが太陽王オジマンディアスの治めるこのエジプト領なのです。我が領地の荘厳さに腰を抜かす連中の様が目に浮かぶわ。はあ、何度見ても美しい景観です。そしてエジプト領以外にもう一つ存在する勢力、それはハッサン・サッパー派とアーラシが率いる山の民です。彼らは生徒を追われた難民たちをかくまいながら荒野のどこかで反逆の機を待っています。暗殺教団、そしてペルシャの大英雄だな。そしていよいよ仲間を集めたカルデア勢と円卓の騎士のバトルが始まります。英霊たちの繰り広げる激しい死闘はそれはもう圧巻で瞬きをする暇もありません。これはなんと。そしてクライマックスではまさかあんなことになるなんて。なんとか3分以内にまとめよったか。して答えよニトクリス、最後は一体どうなるのだ。申し訳ございません、我が王よ。それだけは申し上げるわけには。くっ、やむを得ん。支度をしろ。え、今すぐ劇場へ行くぞ。